えー、もぎなおこです。えー、私デブ、ハゲ、チビ、老人、お断りします。えー、誰でもそうだと思いますよ。えー、そんな人間と結婚する価値なんかないでしょう。えー、あなた方が60の私を無視して自分の女房で保険金請求してること、これが間違ってるだけ。うん。私は結婚相手は、ジャンセンアクルスと決めてます。えー、えー。ですから、 それ以外はいらないんです、本当に、えー。私はフランス人かドイツ人と決めてますから、えー。ドイツ人、ドイツ語の方が結構難しかったりなんかするんで、フランス語の方がいいかなと思いますけどね。あの、私は、あの、和田愛子の件、あの、もう出してますよ、最高裁に。あの女が、えー、フランス行ったり、損保ジャパングループのカルロスコンの橋渡したことは、 田中陽子と共に、え告、ー、訴済みです。あ、告訴し、告訴します。もう追訴済みだから、それに伴って、今、告訴状書かなきゃいけない。和田愛子ってのが本当にいいのかどうかっていうとこね。でも、田中陽子はいる。石塚千明もいる。鈴木千明もいる。だから、鈴木千明と、それから、えー、っと、和田愛子っていう名前の、その、えぇ、ー、議員制に金をもらっていたと、ネット上に出ているこの女。えー、それが、 えー、偽物、えー、石塚千明として金を受け取った相生日生鈴木千明グループであるとして訴えますんで相生、えー、がその和田愛子っていう、えー、ガリガリのブスを、えー、あなた方が、えー、叩,い叩いてお金を回収してください、えー、坂東マリ子と、えー、坂東直子事件これはもう、えー、提訴しますから提訴しますから えー、だから、えー、三井は完全に払わなきゃいけないんだよ。1円も払ってないからね。うん。えー、だらだらやっても一緒だよ。うん。あい日生も払うことになるんだ、これでね。あいおいと MS&AD の犯罪で、そして損保ジャパンにももちろん請求かける。今井陽子の件出してくれたから。うん、ありがとう。お前たちには、えー、5億円。5億円じゃねえや。2億円。うん。で、向こうが3億円。 そして2000万が中立保険。っていうことです。はい。中立保険も1580億円の、えー、まあ、あのー、お金が、配分率が欲しいわけですよね。私は1580億じゃない。5億円だから、その中に入れますね。いつもありがとう。あなた方ぐらいしかサポートしてくれてないよ。あなた方の天才。とても嬉しい。うん。 あなた方ぐらいしか、こう、天罰という形の天才は出すことができない。うん。私は契約者だったからね。I'm before contacter, naokomogi.I am really, naokomogi.See you!